インディアナ州はアメリカ合衆国の中西部に位置する州である。五大湖地域にも含まれる。アメリカ合衆国50州の中で陸地面積では第38位、人口では第15位である。前身のインディアナ準州から1816年12月11日に合衆国19番目の州に昇格した。州の北はミシガン州に東はオハイオ州。 西はイリノイ州、南はケンタッキー州に接している。州都はインディアナポリス市であり、人口最大の都市でもある。州名はインディアンの土地を意味する。この名前は少なくとも1760年代に、遡るが北西部領土から分離して、インディアナ準州が成立した1800年に、アメリカ合衆国議会によって、現在のインディアナ州、イリノイ州、 ウィスコンシン州、ミネソタ州にあたる地域に適用されたのが最初である。インディアナ州住民は、フージャーと呼ばれている。この言葉の語源は、諸説あるが、インディアナ州歴史局とインディアナ州歴史協会が提唱する有力な説としては、アップランドサウス地域でヤヒが田舎者を指す別称から、来ているというものである。また、現地の人は、中西部インディアナ州なまりの英語で、 フーズじゃと発音した場合、フージャーに聞こえると説明する。現在のインディアナ州となった領域の最初の住人は、氷河時代の終わりに氷河が溶けた後、紀元前8000年頃に入ってきたパレオインディアンだった。彼らは小さな集団に分かれ、マストドンなど大型動物を狩猟する移動性の民だった。チャートを叩いたり砕いたり剥がしたりして、石器を作った。 紀元前5000年から4000年の古代には次の先住民文化が起こっていた。この人々は文明化の重要なステップとして新しい道具を作り調理を始めていた。その道具には様々な形状の槍先やナイフ、矢尻があった。石符のような石を加工する道具や木材を加工する道具、また石臼などもあった。この期間の後期には 土もりのマウンドや貝塚を築いており、集落が高級的なものに変わってきたことを示している。古代は紀元前1500年頃に終わったが、その流れを引く人々は紀元前700年頃まで住んでいた。その後はウッドランド時代となり、様々な新しい文化が現れた。この期間には土器や陶器を作り、穀物の栽培を拡大した。アデナ文化では、 埋葬儀式を行い、ドもりマウンドの下に木材の墓を作った。ウッドランド時代の中期、ホープウェル文化では遠距離の地との交易を始めていた。後期には生産性の高い農耕法をはじめ、トウモロコシやカボチャなどを栽培していた。ウッドランド時代は西暦1000年頃に終わった。ミシシッピ文化は西暦1000年頃からヨーロッパ人が到着する直前の15世紀まで、 続いた。この期間にはその宇宙間に従った大型の集落を作り、儀式や公共の用途のために大きなマウンドや広場を作った。集落の集積度は農業生産量のあまり優度に依存していた。そのような複合的集落の例がインディアナ州南部にあるエンジェルマウンドである。広場や舞台上のマウンドのような公共の大型空間があり、 そこに指導者が墨儀式を行った。インディアナにおけるミシシッピ文化は現在でもわからない理由で1400年代半ばに崩壊した。ヨーロッパ人がこの地域に到着した時、インディアン部族はアルゴンキン語族の異なる言語を話していた。その中には小ニー族、マイアミ族、イリノイ族などがいた。これに東部が逃亡してきた部族が加わった。百七十九年。 フランス人探検家、ロベール・カブリエド・ラサールが、セント・ジョセフ川沿い現在のサウス・ベンド市に達した後、インディアナを横切った最初のヨーロッパ人となった。ラーサールは、翌年にも戻ってきて、地域のことを調べた。間もなく、フランス系カナダ人の毛皮交易業者が入ってきて、インディアンと交易を行い、毛皮の代償に、毛布、宝石、道具、ウィスキー、武器などを与えた。 1702年までに、スール・ジュシュローが、ヴィンセンズ近くに、最初の公益基地を設けた。1715年、スール・ド・ヴィンセンヌが、激音が、現在のフォートウェインに、マイアミトリデを建設した。1717 17年、カナダ人のピコート・ドベレトルが、ォバッシ川沿いにウィアテノントリデを建設し、エリー湖からミシシッピ川までのインディアン公益ルートを支配しようとした。 1732年、スール・ド・ヴィンセンヌは、ヴィンセンズに2番目の毛ワ公益基地を建設した。以前にはインディアンからの敵対があったために基地を離れていたフランス系カナダ人開拓者が退去して戻ってきた。その後いくらも経たないうちに、イギリス人開拓者が東部から移ってきて、魅力ある毛ワ公益の支配をめぐりカナダ人と争うようになった。その結果、 1750年代を通じて、フランス人とイギリス人の植民者の間に戦闘が続いた。色濃い連邦がビーバー戦争で支配した地域、オハヨ川上流や中流は住人がいなくなった。フレンチ・インディアン戦争の時、インディアナのインディアンは、フランス系カナダ人の側についた。1763年にイギリスが勝利し、フランスは来た。 アメリカにおけるイギリス植民地の西部と北部の領土をイギリスに割上することを強いられた。それでもインディアナのインディアンは諦めなかった。ポンティアック戦争の間にウィアテノントリデとマイアミトリデを破壊した。イギリスによる1763年宣言でアパラチア山脈から西の領土はインディアン領土と呼ぶインディアンの土地とされ、この地域から開拓者を締め出した。 1775年、イギリスの植民地では、自治とイギリスからの独立を求めて、アメリカ独立戦争が始まった。戦闘の大半は、東海岸とその近くで起こったが、西部では、ジョージ・ロジャース・クラークのような軍人がイギリスと戦うための軍隊を求めた。クラークの部隊は重要な戦闘に勝利し、1779年2月25日には、 ヴィンセンズトリデとサックビルトリデを占領した。この戦争中、クラークは西部から東部植民地人を攻撃しようというイギリス軍を阻止することに成功した。その功績はアメリカ独立戦争の流れを変えたとされている。パリ条約によって戦争が終結すると、イギリスは五代子より南の領土を新生アメリカ合衆国に譲渡したが、 それには支配していなかったインディアンの土地も含まれていた。1787年、アメリカ合衆国は現在のインディアナを北西部領土に含めた。1800年、議会は北西部領土からオハイオ州を分離し、残りをインディアナ準州と指定した。トーマス・ジェファーソン大統領は、準州知事にウィリアム・ハリソンを指名し、ヴィンセンズを準州都とした。 ミシガン州が分離し、イリノイン州が設立されると、インディアナは現在の領域になった。1810年、小ー,ー族の州長、テクムセとその弟、テンスクアタワが他の部族に呼びかけてヨーロッパ系開拓地に抵抗するようになった。緊張が生まれると、アメリカ合衆国政府はハリソンにテクムセの同盟に対して先制攻撃をかけることを認めた。 1811年11月7日ティッペカヌーの戦いでアメリカが勝利した。テクムセは1813年のテムズの戦いで戦死した。その死後は武力に訴える抵抗がなくなった。インディアナのインディアン部族の大半は後の1820年代から1830年代に土地買収交渉を通じてミシシッピ側から西の土地へ移住させられた。 1813年12月、コリードンがインディアナ準州2番目の州都に指定された。その2年後、準州議会によって、州省閣の請願が承認され、アメリカ合衆国議会に送られた。アメリカ合衆国議会では受験法が成立し、インディアナ憲法を起草するための大議員を選出することになった。1816年6月10日、コリードンで大議員が集まり、 1816年12月11日、ジェームズ・マディソン大統領が19番目の州としてインディアナの州昇格を承認した。1825年、州都はコリードンからインディアナポリスに移され、その26年後には2代目の州憲法が採択された。州昇格後、新政府はインディアナを現記事のフロンティアから開発が進み、 人が住み、繁栄する州にするために動き、人口や経済の変化が起こってきた。州の設立者たちは、道路、運河、鉄道を建設し、州の予算で公立学校を建てる計画を始めた。この計画は、州財政に破綻をきたさせたが、土地と生産品の価格は4倍以上になった。19世紀前半には、多くの移民が州内に入ってきた。 最大の民族はドイツ人であり、他にもアイルランドやイングランドからの移民が多かった。イギリスを起源とするアメリカ人はニューヨーク州、ニューイングランド、ペンシルベニア州などの地域から移ってきた。ガラス工場の少年労働者、ルイス・ハイン撮影、1908年8月南北戦争の時、インディアナは国内事情に政治的な影響を及ぼし、 重要な役割を担った。戦争のために最初に動員をかけた州として、戦中の主要海戦べてに、州出身の兵士が参加した。不評連隊126個、砲兵連隊26個、騎兵連隊13個が、北軍に参加した。1861年、徴兵数7500人を割り当てられた。最初の呼びかけに、 多くの志願者が出てきたので、その中の多くの者は故郷に戻った。終戦までにインディアナ州から20万8367人が出生した。その中で戦死は2万4416人、負傷者は5万人を超え、死傷率は35%以上となった。州内で起こった唯一の戦闘は、モーガンの襲撃の間のコリドンの戦いだった。 この戦闘で15人が戦死し、40人が負傷し、355人が捕虜になった。南北戦争後、インディアナ州の産業は、州北部で加速度的に成長を始めた。これは、労働組合と普通選挙運動の発展にも貢献した。19世紀後半には、インディアナ州のガスブームで、安い燃料を供給し工業化が急速に進展した。20世紀初期には、 新しい自動車産業と結ばれて強力な工業集になった。国内で最初に事業に成功した自動車会社のヘインズ・ア・パーソンが1925年まで高校網で創業していた。インディアナポリスモータースピードウェイが建設され自動車関連産業が生まれて発展していった。1930年代は国内の他地域と同様に世界恐慌の影響を受けた。 経済不況により都市部の衰退など幅広い負の影響があった。これはダストボールの発生で加速され、中西部の田園部から多くの住人が流出した。ポール V ・マクナット知事の政権は弱り切った民間事業を支援するために、州予算で福祉制度を作り上げた。不況に対応するために歳出と税金が劇的に切り詰められ、 州政府の構造が完全に作り直された。マクナットは州の中で禁止法を終わらせ、州最初の所得税を法制化した。労働者のストライキには何度か戒厳令を発動した。第二次世界大戦が州経済の不要に貢献した。戦争は鉄鋼、食料など州内で生産される物資を必要とした。州人口のおよそントが軍隊に入り、 数多い会社が軍需物資の契約を受けて製造した。工業の発展が戦争需要に合い、世界恐慌を終わらせた。第二次世界大戦が終わると、生産は世界恐慌の前の水準に戻った。工業が主要な雇用種となり、その傾向は1960年代に入るまで続いた。1950年代と1960年代の都市化の進行で、 州内の都市はかなり成長した。自動車、鉄鋼、薬品産業が主要な事業だった。州人口は戦後も成長を続け、1970年には500万人を超えた。1960年代、マシュー・イーウェル市知事の政権で最初の消費税2%を採用した。学校は1949年に人種統合を行った。 1950年国勢調査では、州人口の95.5%が白人、4.24%が黒人だった。ウェルシュは、州議会と共同して、公民権法を成立され、雇用を求める少数民族を平等に保護することを認めた。1970年から、州憲法に一連の修正が提案された。その採択により、 インディアナ州高所裁判所が創設され、裁判所判事の指名手続きが調整された。1973年の石油危機で不況となり、州内の自動車産業に打撃を与えた。デルコエレクトロニクスやデリファイコーポレーションのような企業が一連の縮小を、はじめ、アンダーソン、マンシー、コーコモーなどの工業都市で高い失業率を生んだ。 脱工業化の傾向は1980年代まで続き、その後国内と州の経済は多様化と回復を始めた。真四角な農地がインディアナ州の領域に続いているものン、トレールイープシロン2考古学遺跡、ブルーミントンの南東、モンロー湖の半島にあるランスバーグスカート保留地インディアナ州は、アメリカ合衆国中西部にあり、五大湖地方を構成する8州の一つである。 ミシガン湖とミシガン州が北側で、オハイオ州と東側で、オハイオ川を境にして、ケンタッキー州と南側で、及び、イリノイ州と西側で接している。総面積は36,418平方マイルであり、国内50州の中で第38位である。南北は約250マイル、東西では最大145マイルある。地理的重心は、 マリオン郡にあり、座標は北緯39度53.7分、整形86度16.0分である。平均標高は約760フィートである。最高地点はウェイン郡にあるフージャーヒルで、標高は1257フィート。最低地点はポージー郡でオバッシュ側がオハイオ側に注ぐところであり、標高は320フィートである。 標高が1000フィートを超えるのは2850平方マイルの土地だけであり、14の群に入っている。標高500フィート未満の土地が約4700平方マイルある。州内には中央定地と内陸定大地という2つの国の指定する自然地域がある。氷歴度平原が中央部を占めている。その外観は氷河が残したものの結果である。 この地域には低い丘陵があり、土壌は氷河製の砂、砂利、粘土であり、優れた農地になっている。氷河作用を受けなかった部分は、肥沃な流域平野と早い水流で特徴づけられる、異なる不安定な様相を呈している。州の所有になる南東部の限られた地域がこの特徴を持っている。流域平野の土壌は肥沃であり、特にホワイトウォーターバレーのものは、 優れた農地で知られている。州北西部では、昔の湖の拡大と風の作用により、様々な差質出の丘陵と砂丘がある。寒河系側の平野では、かなりの数の湖、湿地及びプレーリーがある。北東部では、背の高いモレーンがあり、その一つは高さが200ないし500フィート、幅25マイル、長さは100マイルに達している。主要河川は、ホワイトウォーター。 ホワイト、ブルー、ウォバッシュ、セント・ジョセフ、モーミーの各河川である。インディアナ州自然資源省によれば、2007年に環境的に景観の良い川、水流、クリークが65個あり、それは総延長24000マイルと推計される水流のほんの一部に過ぎない。ウォバッシュ川はミシシッピ川より西では最長の自然流であり、州の河川に指定されている。 475マイルの長さを持つウォーバッシュ側は、この州を北東から南西に2分しており、その後に南流する。その大半は、イリノイ州とインディアナ州の宗教になっている。インディアナ州の2つのテーマソング、州下、オンザバンクス・オブ・ザ・ウォーバッシュと、ザ・ウォーバッシュ・キャノンボール及び、バック・ホーム・アゲーン・イン・インディアナもこのウォーバッシュ側から来ている。カンカキー側は、 州北部を流れた後にイリノイ側に注いでおり、北西部の人口が多い地域と、その他の田園部を分ける役割を果たしている。州内には1000以上の湖がある。北西はミシガン湖であり、ポートオブインディアナが、州最大の赤出港を運営している。水深が最も深いテピカヌー湖や、最大の自然湖であるワワシイ湖もある。インディアナ州北部は、多くが農場である。 しかしながら、この州の北西部隅は、シカゴ市の巨大都市圏の一部であり、そのため最も人口が密集している。ミシガン湖畔の都市ゲーリーは、インディアナ州内の都市であるが、シカゴ市の郊外として整備された。インディアナ州南部は農場及び森林が混合している。フージャー国有林は、ベッドフォード近郊の20万エーカーの自然保護区域である。インディアナ州南部は、 一般的に北部領域より最も丘及び地理的変化が含まれている。国立公園局の管理及び保護下にある地域はインディアナ州は湿潤大陸性気候にあり、冷たい冬と暖かく雨の多い夏が特徴である。州西南部は温暖湿潤気候に入り、よそより雨量が多い。気温は北部から南部まで変化している。冬の最中に平均最高最低気温は、 北部で、下市30度、下市15度、南部で、下市39度、下市22度となっている。夏の最中の気温は冬と比べて差が小さく、北部で下市84度、下市64度、南部で下市90度、下市69度となっている。過去最高気温は1936年7月14日に、カレッジビルで記録された、下市116度。 過去最低気温は1936年1月19日にニューホワイトランドで記録された歌詞36度である。穀物の成長シーズンは北部で155日、南部で185日ある。時として干ばつが起こるが年間の降水量は比較的等しくある。北西部のミシガン湖近くで年間35インチ、南部のオハイオ川沿いで年間45インチ。 平均すれば40インチとなる。年間降雪量には幅があり、ミシガン湖沿いの北西部で80インチ、南部では14インチである。湖水降下雪が北西部と北部の降雪のほぼ半分であり、比較的暖かいミシガン湖から吹く風と湿気の効果によっている。平均風速は8マイル、時である。アメリカ合衆国国立速攻所の1 9五十年から二千十一年の データに基づく2012年の報告書では、竜巻の発生しやすい20の州で、インディアナ州は第8位になっていた。2011年度の報告書では、州内のサウスベンド市が、国内の竜巻の恐れがある20都市の中で、第15位だった。2011年度の別の報告書では、インディアナポリス市が第8位だった。その竜巻発生の確率が高いにもかかわらず、 インディアナ州は竜巻道に入っていない。アメリカ合衆国時間帯図、インディアナ州は大半が東部標準自体に入っている、州内には二つの時間帯が存在し、このような複数の時間帯がある13州の一つである。過去一世紀でその時間帯定義は変動してきた。現在は大半が東部標準時体に入っており、シカゴ市に近い6軍とエバンズビル市に近い6軍が、 中部時間帯となっている。2006年以前、州の大半が夏時間を採用していなかった。ケンタッキー州、ルイビルに近いフロイド軍、クラーク軍とハリソン軍、オハイオ州シンシナティ市に近いオハイオ軍とディアボーン軍が地方の監修として夏時間を採用していた。2006年4月以降は、全州が夏時間を採用した。人口密度図男女。 別年齢層別人口ピラミッドアメリカ合衆国国勢調査局による2011年7月1日時点での推計では、州人口は651万6922人、2010年国勢調査時点より0.51%の増加となった。人口密度は181.0人平方マイルであり、国内50州の中で第16位である。 2010年国勢調査時点で州の人口重心はハミルトン郡のシェリダン町北西にあった。2005年時点で州民の77.7%は大都市圏に16.5%は小都市圏に住んでおり、残り5.9%が中核のない郡部に住んでいる。2005年現在、州内には242,281人の外国生まれがいる。 2010年国勢調査でインディアナ州の人種的な構成は以下の通りである。ヒスパニックが最も成長速度の高い民族である。1歳未満の子供の28.2%は少数民族に属している。2011年推計によれば、州人口の6.6%が5歳、未満24.5%が18歳。 未満13.2%が65歳以上となっている。2010年国勢調査で年齢の中央値は37.0歳である。2010年に州内で申告された祖先による構成比は以下の通りだった。アメリカ人と申告した者の,の多くは実際にはイギリス系の子孫であるが多くの場合は植民地時代から長く来たアメリカに住んでいるものであり。 自分たちをアメリカ人と称している。1980年の国勢調査に遡ると、ドイツ系42%、イギリス系32%、アイルランド系24%となっていた。アメリカ人並びに、イギリス系の人々も特に州の南部及び中央部の至るところに分布している。インディアナポリス市に加えて、ゲーリー及び隣接するシカゴ郊外は、 大きな黒人人口を有している。サウスベンドは大きなポーランド人系人口を有していて、ミシャワカにかなり多くのベルギー人系が住んでいる。四準節の終わりのポーランドの儀式、イースター・マンデーは復活最後の月曜日に行われ、サウスベンド市内で幅広く取り行われている。1990年以降の人口成長はインディアナポリス市周辺の軍に集中しており、 ハミルトン軍、ヘンドリックス軍、ジョンソン軍、ハンコック軍が州内で人口成長速度の高い5軍に入っている。もう一つの軍はオハイオ州シンシナティに近いディアボーン軍である。ハミルトン軍は周辺のイリノイ州、ミシガン州、オハイオ州、ケンタッキー州を加えても最も人口成長速度の高い軍であり、国内では第20位だった。宗教的にインディアナ州は 圧倒的にプロテスタントである。しかし単一宗派で見れば、ローマカトリックを信仰している人が80万人を超え最大である。カトリックがおそらく実際の人数より多くいるように見えるのは、州内にノートルダム大学があるためかもしれない。グラデュエートセンターによる調査では、インディアナ州の人々の所属する宗教、宗派による構成率は次の通りである。 インディアナ州の住民の現在の宗教関係は、州内には、セントメインラット大衆動員がある。これは、アメリカ合衆国に二つしかなく、世界でも十一の大衆動員の一つである。ホートウェインにある、ルーテル教会ミズーリシノドはその二つある神学校の一つである。フリーメソジスト教会とウェズレアン教会が州内に、本部を持ち、クリスチャン教会も同様である。インディアナ州における、 インディアン条約の数々インディアナ州デルファイに立つ1818 18年のセントマリー条約で州が獲得したインディアンから新しく購入された土地境界を示す標識ティピカヌー群グランビルに立つウェア平原の標識看板一帯はウェア族の領土だったポタワトミ族の死の道チッペワ族デラウェア族エリー族イリニ族イロコイ族キカプー族 モソペレア族、ニュートラル族、オッタワ族、ポタワトミ族、ウェア族、ワイアンドット族などのインディアン部族がウィグワムの集落を築き、農耕生活を営んだ。これらの中で、小2族、マイアミ族が最大勢力だった。インディアナ州は徹底的に合衆国からインディアンの土地が集奪されていった州である。 合衆国は建国後すぐに同州においてインディアン部族と条約の締結を始め、その領土を入植白人のものとしていった。左の図はインディアナ州における合衆国とインディアン部族との間で結ばれた条約の騒乱である。これらの条約は結んだ数年後には破棄され、条約が一つ結ばれるごとにインディアンの土地は失われていった。インディアナ州のインディアン部族は ほとんどが19世紀に他州に強制移住させられた。同州では、インディアン部族との土地に関する条約は1795年に始まり、白人入植者の増加に伴う、インディアン領土の剥奪と抵抗戦は、19世紀に入って、米軍のウィリアム・ハリソンによって激化された。代表的なものが、ティッペカヌーの戦いと呼ばれる英雄。 テクムセが率いる小人族連合と合衆国との戦いである。1830年、アンドリュー・ジャクソン大統領は、インディアンは白人と共存し得ない列島民族であると議会で演説し、インディアン移住法を制定した。この法律は、インディアン部族を白人のいない西部へ、武力によって強制移住させる目的のもので、これに従わない部族は、 大自然の利によって消滅させるとするものだった。小児遺族やウェア族はミズーリ州やカナダへ逃げた。マイアミ族やポタワトミ族の抵抗は最後まで続いたが、同州におけるインディアンの民族浄化は1846年にすべてのインディアン部族が追い出されるか保留地に閉じ込められるかして完了した。ポタワトミ族の強制移住は、 1838年9月4日から11月4日まで夏の炎天下から冬の寒冷下に3ヶ月かけて行われた。米軍の監視によるカンザス州までの延べ1 0 6 0トルの徒歩連行では数百人の死者を出し、ポタワトミ族の死の道と呼ばれている。この死者の大多数は児童だった。デラウェア族は 今でいうインディアナポリス周辺に集落を持ったが、カンザス州への移住を強要するセントマリー条約に調印させられ、15,500ドル分の贈り物と引き換えに1820年夏にカンザス州へと追い出された。こうした民族の虐殺と隔離に生き延びて、なおも同州に残ったインディアン部族は、ことごとく20世紀までに保留地を没収され、絶滅したことにされた。 アメリカ連邦政府は現在、これらの部族を公式に承認しておらず、部族としては存在していないことになっている。インディアナは、インディアンの土地という意味であるが、この州は、インディアンの権利を一切認めておらず、インディアンの土地も全くない。その徹底ぶりの例としては、北端の宗教部に、インディアン村という名の、インディアンの全くいない町があるほどである。同州には、 白人が経営するカジノが14件あるが、インディアン部族の経営するインディアンカジノは一つもない。同州のインディアンはすべて絶滅して存在しないことになっており、今後も部族カジノの解説は見込み薄である。インディアナ州には92の軍がある。二千十年時点で大都市圏が十六、小都市圏が十五、法人化都市百十七、町が百五十あり、他に、 小さな区分や統計上地域がある。マリオン軍とインディアナポリス市が統合市軍政府を構成している。州とインディアナポリスは人口で州内最大の都市でもある。国内では第12位である。以下のインディアナ州の都市は大都市圏の中心である。以下の都市は小都市圏の中心である。インディアナ州知事が就業政府の主張であり、州憲法に規定される。 州政府を運営する権限がある。州知事と副知事は4年間人気であり、大統領選挙と同じ年にある州知事選挙で2人一組で選出される。州知事は連続2期を超えての就任はできない。州知事は州議会と州最高裁判所とともに州を統治し、その他の機関を調整する権限がある。知事の要請で、 衆議会の特別会期を召集することができ、また、州政府の部門、理事会、委員会ほとんどすべての長を選定あるいは罷免できる権限がある。その他の権限としては、緊急時、災害時に、衆軍の出動を要求すること、反逆罪や弾劾の場合を除いて、犯罪者に恩赦すなわち原刑を発令すること、豊富な量の法定権利を所有することが挙げられる。 副知事は衆議会上院の議長を務め、上院の議決がその構成員によって実行されることを保障する責任がある。副知事は賛否同数の場合のみ議決に参加できる。州知事が死亡した場合、恒久的に執務不能になった場合、辞任した場合、あるいは弾劾が成立した場合は、副知事が知事に就任する。 知事と副知事双方が不在となった場合、上院の議長代行が知事になる。インディアナ州議会は定員50人の上院と同100人の下院の両院制である。州議会は州政府の中で排他的立法権限がある。上下両院が法案を提出できるが、上院は歳入に影響する法案を提出する権限はない。法案は両院で個別に議論されるが、 知事に提出される前に病院を通過していなければならない。議会で成立した法は例外なく州全体に適用される必要がある。特定の社会のみを対象にした法を作る権限はない。裁判所の大きさやその管轄範囲を調整することで司法権を管理できる。行政府の行動を監視することや州内の軍政府を限られた範囲で規制することができ。 インディアナ州憲法を変更する方法を発議する、排他的権限がある。インディアナ州最高裁判所には5人の判事、控訴裁判所には15人の判事が任命されている。州知事は、特別委員会が選んだ候補者の中から書く、裁判所の判事を選定する。判事の任期は10年間であるが、2年間勤めた後に、州民の審査を受けなければならない。ほとんど全ての訴訟において、 最高裁判所は第一審とはならず、下級裁判所で審問された訴訟で上訴されたもののみを扱う。地方巡回裁判所が通常の第一審となり、判決は陪審員が決める。特定の場合、すなわち法の執行、下級裁判所に指名された判事の規律や資格剥奪及び州内の別の下級裁判所で判決されたことの監視については、 最高裁判所が第一審となり、唯一の司法権がある。インディアナ州は92の軍に区分され、軍政府は軍行政委員会が指導している。90の軍には独自の巡回裁判所があり、一人の判事が6年間任期で選出されている。残り二つの軍であるディアボーン軍とオハイオ軍は二軍で一つの巡回裁判所を持っている。多くの軍では巡回裁判所に加えて、 上級裁判所を持っている。訴訟業務負荷の大きい人口の多い軍にあっては、少年犯罪、刑事事件、県民、あるいは小さな訴訟のみを審問するために別の裁判所が作られている。これら付加的裁判所の設立、改定頻度及び管轄範囲は軍ごとに大きく異なっている。自治体では85の都市と町に地方条例で創設された裁判所があり、 通常は小さな事件や裁判記録に値しないと考えられる案件を扱っている。選挙で選ばれる軍の役人としては、監査官、記録官、財務官、保安官、検視官、巡回裁判所事務官などがあり、任期は4年間である。法人化された都市すべては市長と市政委員会で市政府を構成している。町は調整委員会で統治され、軍区は 軍区信託助言委員会で統治されている。1880年から1924年の間、インディアナ州出身者が大統領選挙の一つを除いて、すべてに候補者となった。1880年大統領選挙では、アメリカ合衆国会議員のウィリアム・ヘイデン・イングリッシュが民主党、副大統領候補に指名され、ウィンフィールド・スコット・ハンコックと共に出馬した。 1884年、元州知事のトーマス・エイ・ヘンドリックスが副大統領に当選した。ヘンドリックスは、グローバー・クリーブランド大統領の下で、1885年11月25日に死亡するまで務めた。1888年、インディアナ州上院議員ベンジャミン・ハリソンが大統領に選ばれ、一期を務めた。インディアナ州から大統領になった。 唯一のものとなっている。1904年には上院議員チャールズ W ・フェアバンクスが副大統領に当選し、セオドアル・ウズベルト大統領のもとで1913年まで務めた。1912年、フェアバンクスはチャールズ・エバンズ・ヒューズと共に再度副大統領候補として出馬したが、ウッドロー・ウィルソンとインディアナ州知事のトーマス・アル・マーシャルの組み合わせに敗れた。 マーシャルは1913年から1921年まで副大統領を務めた。その後1988年までは候補者を出さなかったが、この年、ダンクエール上院議員がジョージ・ H.W. ブッシュ大統領の副大統領に当選し、一期を務めた。インディアナ州は昔から共和党の強い地盤と考えられてきた。 特に大統領選挙ではその傾向が強かったが、現在のクック投票動向指数では、共和党のプラス5であり、共和党支持州28州の中では9番目に低い数字となっている。1940年の大統領選挙では、共和党のウェンデル・ウィルキーを支持した10州の一つになった。14回の選挙では、共和党候補が民主党候補に2桁以上の支持率差で勝利しており、 このうち6回は20%以上の差をつけた。2000年と2004年の場合、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が大差で州を制したが、全国的には接戦だった。1900年以降で民主党候補を支持したのは5回のみである。1912年、ウッドロー・ウィルソンが総投票数の43%を獲得して1位となり、 インディアナ州を制した最初の民主党候補となった。その20年後の1932年、フランクリン・ルーズベルトが55%の支持率で現職のハーバート・フーバーを破った。ルーズベルトは1936年にも勝利した。1964年、民主党候補リンドン・ビー・ジョンソンが56%の支持を得て共和党のバリー・ゴールド・ウォーターを破った。 さらに44年後の2008年、民主党のバラク・オバーマが50%対49%という接戦で共和党のジョン・マケインを破った。大統領選挙では1900年以降、民主党候補が勝ったのは5回のみだが、知事選挙では11回勝利している。2005年にミッチ・ダニエルズが州知事になる前の16年間は民主党知事だった。 連邦議会には2人の上院議員と9人の下院議員を送っている。大統領選挙の選挙人数は11人である。アメリカ合衆国会議員選挙区9つのうち7つはクック投票動向指数で共和党寄りだが、現在は6人が共和党員、3人が民主党員となっている。共和党は昔から東部と中央部で強く、民主党は北西部で強かった。 中南部の特定軍は時によって民主党支持である。最も人口の多いマリオン軍は1968年から2000年まで共和党候補を支持し、その後の2004年と2008年は民主党支持に戻った。2番目に人口の多いレイク軍は民主党の強力な地盤であり、1972年以降共和党候補を支持していない。2005年、 投票調査所のベエリアセンターは2004年の大統領選挙結果に基づき全国の人口10万人以上237都市でリベラルと保守の分類を行った。インディアナ州では5都市が入った。リベラル側ではゲーリー氏が第2位、サウスベンド氏が第83位となった。保守側ではホートウェインが第44位、エバンズビルが第60位、インディアナポリス氏が 第82位となった。インディアナ州北部の多くは、ノースマンチェスターと同様な小さい町が点在する大変平坦な農場地域である。インディアナ州の4分の1ドル効果2000年時点で、インディアナ州の労働力は308万4100人だった。2010年の収蔵生産は2757億米ドルである。収入の多くは製造業から来ている。 州北西部のカルメット地域は国内最大級の鉄鋼生産地である。他にも薬品と医療機器、自動車、電気機器、輸送機器、化学製品、石油、石炭製品、加工機械が製造されている。このように製造業に対する依存度が高いが、ラストベルトと呼ばれる隣接州に比べて製造業衰退の影響はあまり受けていない。これは 労働市場における特徴で説明できる。まず加工機械や鉄鋼などの重工業は高度に熟練した労働者を求めており、企業は育成の難しい技術がすでに存在するところに拠点を求めることが多い。次に、インディアナ州の労働力は大規模で高賃金の大都市圏よりも中小の規模の都市にある。このことで企業は通常よりも安い賃金で、 熟練労働者を雇用できる。企業は平均よりも低い賃金で平均よりも高い熟練度を得られるチャンスがあると見ている。インディアナ州はトウモロコシ地帯と穀物地帯に位置していて、この州の農業方法及び主な農場はこれを反映して生産を行っている。豚及び牛を太らせるためにトウモロコシを栽培する飼料、飼育直結システムがある。大豆も また主要な監禁作物である。インディアナポリス市やイリノイ州シカゴ市のような大都市圏に近く、落成品、卵、および園芸品への需要が保障されている。その他の農産物では、メロン、トマト、ブドウ、発火、生花用トウモロコシがある。それに加え、インディアナ州南部には、かなりの量のタバコの生産者がいる。ここは、もとの土地の多くが大草原でなく、 落葉性の木々を伐採する必要性があった。州南部に森林の多くが残っており、家具製造業の支えになっている。インディアナポリス市には、州内最大企業である製薬会社、イーライリリーカンパニーの国際本社と研究開発施設があり、またエバンズビル市には、ミード・ジョンソン・ニュートリショナルズの世界本社がある。インディアナ州は、 薬品の販売額と出荷額で国内第5位の州であり、私物薬学関連の雇用数では第2位である。雑誌、CEO では事業を進めるために最良の場所ランキングでインディアナ州を中西部の第1位、国内第6位に押した。インディアナ州に本拠地のある企業には以下のようなものがある。2010年国勢調査時点で インディアナ州の世帯あたりの収入中央値は44,616米ドルであり、国内50州とコロンビア特別区を含めて第36位である。2005年の推計での値は43,993米ドルだった。世帯総数の約20%にあたる498,700世帯が年間収入5万ドルから74,999ドルの間に入っていた。 ハミルトン軍の世帯あたりの収入中央値は、周平均よりも3万5千米ドル近く高い7万8932米ドルであり、国内の人口25万人未満の軍の中では、第7位である。その次に来るのがやはり、インディアナポリス市の郊外にある、ヘンドリックス軍の5万7538米ドル、ジョンソン軍の5万6251米ドルとなっている。 2003年時点で、インディアナ州の一人当たりの収入は28,783ベイドルだった。インディアナ州は法、または憲法で、州財政を並行させるよう要求していない。その代わりに負債を負うことを憲法で禁じている。困窮時の宅配として、支出に比例した内部留保を持っている。個別条項拒否権を認めない数少ない州の一つである。 インディアナ州は3.4%の均一な州所得税率を採用している。また、多くのインディアナ州の軍は所得税を付加徴収している。州の消費税率は7%であり、食品、処方箋薬品、カウンター越しの薬品は免税にしている。特定の区域では、調理された料理や飲料の販売について1%の飲食税を付加している。 資産税は、インディアナ州内の不動産及び個人所有物の両方が課税対象となり、地方政府財務部によって管理されている。様々な課税主体が資産に対して課税することができ、その税率は、資産がある場所の課税主体の税率を加算したものになる。しかし、2008年3月19日に、カイロブレーカー法が成立し、家屋所有者の資産価値の1%、 新対応資産の2%、事業資産の3%に上限が決められた。2011年予算年度では、アメリカ合衆国の州の中でも、最大の歳入超過となり、その額は12億米ドルだった。ミッチ・ダニエルズ州知事は2011年7月15日に、州のコインに、最大1000ドルのボーナス支給を承認した。8月の給与支給日に、 期待通りのコインには500ドル、期待以上のコインには750ドル、欠出した働きのコインには1000ドルが支払われた。インディアナ州は主に化石燃料、中でも石炭から発電を行っている。24カ所の石炭火力発電所があり、国内最大のギブソン発電所もある。ギブソン発電所は、マウントカーメル市のオーバッシュ川対岸にある。ニューオルバニーの西には、 国内最大の二酸化用排出量となっている石炭滝発電所のギャラガー発電所もある。州内の石炭水系埋蔵量は570億トンであり、毎年3500万トンの石炭を採掘している。風力、水力、バイオマス、太陽光のような再生可能資源の利用を増加させようとしてきたが、州南部に豊富な石炭資源があることもあって、 歩みが鈍い。新しい発電所の大半は石炭ガス化プラントである。太陽光発電や風力発電は開発中であり、地熱発電は商業的に使われている状態である。2006年の試算で風力発電の可能性はタービン高さ50メートルで30メガワット、70メートルで4万メガワット、100メートルで13万メガワットとなっている。 2011年時点で総発電量1340メガワットの風力発電を据え付けてきた。インディアナポリス国際空港は、インディアナポリス大都市圏のように教師、新しい旅客ターミナルの建設を終えたところである。新空港は2008年11月にオープンし、新しい中央旅客ターミナル、コンコース、航空管制等、駐車場ができ、滑走路とエプロンが改善された。 その他の空港としては、エバンズビル地域空港、ホートウェイン国際空港、サウスベンド地域空港がある。ゲイリーシカゴ国際空港をシカゴの第3の空港とする提案が以前から行われており、2006年初期にその後10年間で4800万ベイドルの連邦予算が承認され、計画が進行している。テレフォート国際空港は航空会社の便を運航せず、 民間のように供している。1954年以来インディアナ州空軍第181戦闘機大隊が駐留していた。しかし、2005年の基地再編計画で181戦闘機大隊はその役目を終え、回 -16 戦闘機が去って、一般用途のみになった。州南部では、オハイオ川を渡ったケンタッキー州、ルイビルのルイビル国際空港が利用できる。 南東部はやはり、オハイオ川対岸のケンタッキー州フローレンスにある、シンシナティノーザンケンタッキー国際空港がある。北西部は、シカゴ都市圏にあり、シカゴオヘア国際空港と、シカゴミッドウェイ国際空港を利用している。インディアナ州には、周回高速道路として、64号線、164号線、65号線、265号線、465号線、 865号線、69号線、469号線、70号線、74号線、80号線、90号線、号線94号線、275号線が通っている。インディアナポリス市内と周辺では様々な高規格道路が交差し、昔から主要鉄道や州を横切っていた運河の中継点になっている位置づけとともに、 アメリカの交差点という州のモットーの根源になっている。州交通省が維持する州道も多い。これらはアメリカ国道と同じような番号付け方法をとっている。異なるクラスにある道路が同じ番号を持つことができる。例えば、州間高速道路64号線とインディアナ州道64号線が互いに近接して存在するが特に関連があるわけではない。 インディアナ州の大半の軍は、格子状に配列された軍道を使っている。この仕組みが、昔の無作為につけられた番号と名前の道路体系に変わり、識別しやすくなっている。この仕組みは氷河に削られて平らになっている北部や中央部ではうまく機能している。州の南側3分の1は、田園部で格子状配列が難しく、非体系的な命名になっている。北部の軍には、 格子配列を行わない、あるいは部分的に導入する軍もある。ダイヤモンド状配列を行っている軍もある。ノックス軍はかつて異なる二つの測量格子に基づいて配列されていたために、二つの格子状配列を用いていたが、その後道路名を用い、道路を組み合わせることに決めた。サウスベンド氏が主要都市であるセントジョセフ軍の格子体系は南北方向の道路に、 アルファベット順に木の名前を付け、東西方向の道路にはやはりアルファベット順に著名人の名を付けた。ハミルトン軍はインディアナポリス市中心街からの番号を継承し、軍内は96番通りから、ティプトン軍と接する296番通りまで続いている。州内には全長4255マイルの鉄道路線があり、その91%が、 CSX トランスポーテーションやノーフォークサザン鉄道など一級鉄道会社により運営されている。その他の一級鉄道会社としてはカナディアンナショナル鉄道、カナダ太平洋鉄道の子会社であるスーライン鉄道およびアムトラックがある。残り9%は地元の鉄道会社37社が運行している。シカゴからサウスベンドには最も重要な通勤線である。 サウスショアー線がある。2002年にパーソンズコーポレーションが策定した計画に沿って鉄道の整備を進めている。インディアナポリス市にあるモロントレールなど多くの余暇用トレールは廃線跡を利用して作られてきた。州内からは毎年水路によって7000万トン以上の貨物を出荷している。これは国内50州の中で第14位である。 宗教の半分以上が水路であり、ミシガン湖から五大湖セントローレンスシーウェイとオハイオ川を使う内陸ウォーターウェイシステムという二つの水上輸送路に直接アクセスできる。その延長は400マイルある。宗港湾部がバーンズハーバー、ジェファーソンビル、マウントバーロンの三港を運営している。エバンズビルでは公共と民間いくつかの港湾施設があり、 オハイオ川を運行する5つの貨物船ラインが年中利用している。エバンズビルは125年前から税観光になっている。このことで国際貨物を保税で積み下ろしできる。国際貨物は海岸の港ではなくエバンズビルで入籍できる。1816年に制定されたインディアナ州憲法により国内では初めて公共教育に州の予算を充てることになった。 法律大学に一軍区相当の土地も確保した。しかしその計画は開拓時代にはあまりに理想的すぎたので税金を流用できなかった。1840年代、ケーレブ・ミルズが税金で支える学校の必要性を提唱し、1851年の新憲法にその提案が入れられた。法律学校体系の成長は法律的な問題で滞ったが、 1870年には多くの公立小学校が使われていた。子供の大半は公立学校に通ったが、10%近くは私立学校や教区学校に入学した。大学生のほぼ半分は州が支援する4年生学校に入った。州最大の教育機関はインディアナ大学であり、その機関校は1820年にインディアナ神学校として設立されたものである。 1865年に市範学校としてインディアナ州立大学が設立された。パドゥー大学は1869年に公有地帯応大学として認可された。このかヴィンセンズ大学、ボール州立大学、南インディアナ大学が独立系州立大学となった。私立のカレッジと大学の多くは宗教系のものである。 ノートルダム大学とセントフランシス大学は人気のあるローマカトリック系大学である。プロテスタント系大学としてはアンダーソン大学、バトラー大学、テイラー大学、デポ大学、アールハムカレッジ、バルパレーゾ大学、エバンズビル大学がある。テイラー大学は中西部の地域カレッジ109校の中で US ニュースサーベイによるアメリカの最良のカレッジの 1> 第1位に5年連続してなった。さらにローズ・ハルマン工科大学は同雑誌による最良の工科大学院課程に2000年以降ランクされている。i b y 工科コミュニティカレッジは国内最大の州全体にわたる単一学部を持つコミュニティカレッジである。毎年20万人近い学生が利用する州最大の公共高等教育機関となっている。州内には 自動車関連企業を中心に多くの日本企業が進出している。インディアナポリス南東部にあるコロンバス市では家族も含めると300人以上の日本人、日系人が暮らしている。しかし、製造業のため日本人、日系人が住んでいないか数人しか住んでいないような中規模以下の都市に進出する企業が多い。あ行か行作業多行な行破行ま行や行ら行あ行。 ありがとうございます。